こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、こういった手ぬぐい、これは私どもで作っている手ぬぐいです。で、桜のね、花びらをかたどったような手ぬぐいなんですけども、こういった手ぬぐいというのは実はですね、よく京都とか金沢とか古都でですね、よく売られています。販売されていますね。手ぬぐい屋さんなんかで売られていることもありでしょうし、どこかちょっとしたね、小物屋さんなんかでね、販売されていることもあると思います。よくあるんですね。で、日本のお土産としてよく喜ばれるのがこういった小物類、大体その値段的に言うてもちょうどね、お土産に適しているぐらいの値段になりますので、やっぱり喜ばれるんですね。で、海外の方がこういうものを買って帰られて、どのように使うかっていうと、やっぱりですね、ランチョンマットであったりとか、そういったものですね、テーブルの上に置いたり、テーブルクロスみたいな形で置いたりとか、あんまりですね、この手拭きに使うとかいうのはあんまりないようなんですね。実際使っているところっていうのは自分見たこともないんですけども、ただ日本のね、人なんかを持って帰ってどうされているかって見た時には、やっぱりですね、ハンカチのような使い方をされている方とか、あるいはインテリアとしてですね、額に入れたりして飾ってられる方もおられるようですね。ですから、同じような使い方として海外でも使われているような気がします。ただ実用的なね、面も逃すことができないのが手ぬぐいで、実際こう使っていると非常に柔らかくて使い心地もよくって、水分の吸収もいいんで、ハンカチよりか自分なんかはいいような気がしますね。ですから実用的に使っていただくのがやっぱり手ぬぐいのいいところで、そういったものも含めて、インテリアとして使ったり、実用的な使い方をしてみたりと、いろんな使い方ができるのが手ぬぐいですので、ぜひですね、お土産なんかに最適だと思います。ぜひね、